勃起さん。ネタはいつもハゲばかり、五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は土曜日ということで、皆さんは土日お休みが入ったんでしょうか。お休みでしょうか。羨ましかですね。今日はこちらの方面は曇りのちちょっとパラついてきましたね。やっぱ雪が降りました。お外の重役組たちもまた白くなってきておりました。あーって感じですね。一つ思ったんですけど、カルマ土っていうのを庭に撒いてるっていうのがもう正しいかもしれないですね。ちょっと皆さんもご存知かどうかわかんないんですけど、私のストーリーだとかこの動画でよく庭の風景を映してると思うんですけど、今日ですね、カルマを撒いてるところが、なんか盛り上がってたんですよ。ボコボコボコって、なんかポップコーンみたいに膨れてたんで、とかで思って、で、見てたら、どうやら、カヌマがなんか膨張じゃないけど、してるみたいやったんですよね。また今、こうやって動画、今流してる道中で多分見ていただけるかと思うんですけど、これ、カヌマが膨張してると思うんですよね。カヌマ槌がね。いやー、ちょっとまた、新たな発見というか、ビビったんですけどですね。何これとかって思ってですね。そういう特徴があるのかどうかは知りませんという感じですね。はい、そんな感じでございます。昨日、おとついの、何ですかね、この YouTube のぼやきアップしているのがちょっとエラーを起きてたので、6人の方がね、せっかく見ていただいて、いいねっていうか、グッドマークまでつけていただいてたんですけど、すいません、一回消してます。だから別に新たに内容が変わってるわけじゃないので、また既得な方はまた聞いてください。そんな感じでございます。たまたま、なんかちょっと、なんか不具合があったみたいで、消さんでよかったなとか言って、後で後悔してる、次第であります。さて、昨日の話ですね。昨日はですね、家に帰ってきたらですよ。はい。ステーキ便が来ておりました。はい。静岡のマキさんからですね。カレンダーをですね、去年送らせていただきまして、まあ、そのお礼だよっていう感じで、はい。節分なので、鬼の面と豆少々と、これは静岡の日本酒でしたかね。送っていただきまして、で、可愛いグラヤマさんを模した、ピックですね。もう、すごいですね。クオリティ高いね、マキさんとか思いながら。最近はモルタルの、あれは何て言うんですか?ディスプレイって言うんですか?まで作ってていてね、意欲的な方でございます。はい。主婦パワーすごいね。豆腐の、ココバナさんもすごいなって思うんですけど、はい。主婦パワー強いなって、ほんと、つくづく思う、今日この頃で、ございます。はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、パキパキさんのお前に続きですということで、今日は金利で寒いです。めちゃめちゃ寒いですね。もう車全然ぬくもらないですもんね。今日は、朝早くから、ただいまの時刻は8時7分過ぎたところなんですけど、車を走らせております。いつもよりもちょっと早い時間に今出てるんですけど、今日は外仕事というか、団地というか、海外4階の、仕事が、今日ありますので、どうなんかなとか思いながらですね、はい、まあ、怪我しないように、はい、頑張っていこうかなとね、うちの道路があるんですよ、はい、もう、お客さんとこう話してて、じゃあもう怪我ないように、仕事をさせていただきますって言って、ちょっと私を見るんですね、で、またっていうようなね、はい、まあ、そういうやり取りを、してます、はい。
ね、毛がない、毛なしね、ね、はい、そんな感じでございます。あとですね、今日ニュース見てたんですけど、4月1日からなんか佐川急便がまた配送料が、値上げということで 8% ぐらいアップするって書いてたかな。はい、まあ、人手不足、ドライバー不足と燃料の、値上げということもあって、5年半ぶりの値上げらしいですね。はい、もう値上げ値上げ、何もかも値上げっていう感じですね。はい、お金ばっかりが出ていくっていうことでね、で、暇はないっていうね。はい、まあまあよろしくない、負のループを繰り返す、毎日でございますってことですね。昨日はちょっと福岡の方にぐるーっとこうね、仕事で回っておりましたですけど、ポストほぼほぼ見れてないんじゃないかな。はい、私の、フォロワーさんで PMX さんっていう方が、あと他3人でなんか立ち上げてたの、キノコさんっていうね、ブランドを立ち上げてあったんですけど、一人の、田口さんっていう方が、ちょっと脱退ということで、なんか今度から新しく2人で、やっていきますっていうのを言われておりましたけど、まあね、もう本業も忙しい中でやってるでしょうからですね、まあ、これを1本でやってる人じゃなかなかいないと思いますので、やっぱね、少ない時間を削り削りで、されてる方が、まあ、ほとんどかと思うのでですね、毎日皆さん頑張ってるなと本当今日本当思うと思いますよ。はい、私もちょっとポストがね追いつかないなんてですね、ちゅうかお前は増やしすぎやろっていう話なんですけどね。はい、なんか朝のルーティンからちょっとポストを一連やるので1時間ちょっとぐらいかかるようですもんね。はあ、バカじゃないとかね、だけどね、なんか朝早く起きてやればいいんでしょうけど、もう眠うて。はあ、やっぱね、年取ってもね、眠いの。はあ、ほんとそんな感じで思いますよね。はあ、まあ今日は土曜日にね、土曜日ということなのでお休みではあるんでしょうけど、車も結構走ってますね。まあ雪もパラついてますけど、凍るまではないみたいなので、そこら辺は大丈夫なのかなとかって思ったりね、してるんですけどですね。はい。皆さんは土日お休みでしょうですからね。はい。まあゆっくり、まあぬくぬくと、もうね、できればもう家の中でぬくぬくと、過ごされてはいかがだろうかと思いますということで。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。明日日曜日ですね。またもう一日お休みくださいませ。ということで今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけにじー。夢を乗せて走るシャドウ明日への旅通り過ぎる街の色想い出の日々心なぜに切なく胸の奥に迫る振り返